全然良くない。バカにすんなよ。絶対あんたより稼げるようになってやる。漫画で。もう体調は戻ったのか。はい、おかげさまで。また崩してくれてもいいんだぞ。え、あ、今日ってお休み？ん？なんで？あ、いや、別に。あ、そう。こんな日に限って休みかよ。これから自分たちをモデルにした漫画を描きに行きますなんて言えないし、そもそもマンさんのところにしばらく通うことを許してくれるかどうか、なんとか説得しないと。あの、ん？今日編集部で打ち合わせをすることになった。ああ、仕事切られたんじゃねえのかよ。いや、その新しいやつ、しばらく忙しくて、場合によっては編集部に泊まりもあるかも。昨日の今日でそんなことあるか。たまたま連絡が来たんだよね。お前なんか俺に嘘ついてない？嘘じゃない。いや、おかしいだろ、泊まりって。お前まさか変な仕事じゃねえだろうな。そんなことないよ。よう。はい。ちょっとここ座れ。はい。早く。お前さ、自分の立場分かってんの？分かってねえだろ。分かってねえから泊まりで仕事とか言い出すんだろうが。だから遊びに行くわけじゃないし。そうじゃねえだろ。あ、もう金か？なんか欲しいもんがあるなら買ってやる。違くて、少しはさ、自分で稼がないとって。必要ない。なんでわかんねえかな。お前は稼がなくていいんだよ。でもあのな、俺はお前に漫画の仕事がなくなるがどうでもいいんだ。え、当然だろ。だから余計なことすんな。なんだよ、どうでもいいって。漫画のことわからないなりに応援してくれてるもんだと思ってたのに。あんたにとってはくだらないことでも、俺にとってはすごくすごく大事なことなのに。全然良くない。バカにすんなよ。絶対あんたより稼げるようになってやる。漫画で。おいよ、ちょっと落ち着け。おい、おいよ。ちょっと落ち着け。